ッチャーばっかりだもんな。寝てますね。週末ぐらいダラダラしたら見せればいいと。まだ大丈夫かな。さあどうでしょうか。ん？で、お、よし、つぶし。よし、ギリギリ勝った。ポイントちょっとだけもらいましたね。そっか、今日月曜日だから、そっか、ツッチーの放送があるんだね。出してくんねえかな。お、神楽坂光彦でもノーマルだ。友沢ノーマルばっかりだな。スザクってもう一枚持ってなかったっけ。お、風なぎ日野雄太郎。ああ、大西ハリソン。レア出ねえな。クレハ持ってんだね。やっぱスザクも持ってるよね。サイドスローにしようかな。どこでもいいよ。使いたくねえな。ぶっ飛ばし。あるじゃん。上から1個。よし、おいいぞ。1つ目からね。あるの嬉しいですよね。初っ端から良いアイテムをねえ。騎士竹熊、下から回って騎士を捕まえられれば。体力回復ね、最初はするんですよね。やってる方ご存知だと思うんですけど。あ、ここ、ここ。竹熊。あ。よし。これね、3以降なんですよ。レベルが3以降だと、どんどんガスガスハテナ入っただけで減っていきますからね。体力減退っつってここら辺からだよね。誰だに言ったって、フォークばっかりだもんな。一回行ってみよう。おーっと、もったいねえなこれ。守備はいらねえよ。全部守備になっちゃうからね。変われ。よし、ほらね。
まあもうこうだな、ここ減りそうだね、ちょっとまだいけそう。スプリットしかないしな、もうちょっと、まあ、近い。あ、セカンドある。ウィリアムズ？上から曲がっていってダウンを全部取っていかなきゃいけないのか。これなんか。来た。戻った方がいいかな。でも4なんだよね、もうね。まあ中継ぎをずっと量産しないといけないので、多分おれんちゃんだね。でもここにこれがあるのがいやらしいよな。道順をこういけるかだね。避けられた。どうすかね。下から行くか。ロックオンされた。マジか。あ、そうか、ぶっ飛ばし持ってんだ俺。なんだこれは。理性を失ったレディーは悪魔へと姿を変えた。キングボンビーだ。おらってい。さて、迫ってきたちょっと大きめのレディーを吹っ飛ばし返すことに成功した。めっちゃ助かった。いける。うわー、弾遅いですけどめっちゃいいっすね。中継ぎにはもってこいの。いいよ。